ムアラの港湾、ムアラは、ブルネーダルサラーム国のブルネー・ムアラ地区にある町。ブルネー唯一の水深の深い港湾を有する。ムアラとは、マレー語で三角港を意味する。この記事では、サブン村から、セラサ郡北部の、プルンポン岬の水路までの地域も含めて記述する。ブルネーの地図ムアラ町は、スラサ郡に属し、西ブルネーの最東端に位置する。 ブルネー・ムワラ地区は、この町の名を借用したものである。北は、南シナ海。南は、ブルネイ湾に面し、ブルネイ湾の対岸に、ムワラ・ベサール島が浮かぶ。東には、人口の水路を挟んで、プルンポン岬があるが、水路で本土から切り離されたため、今は島になっている。西は、ブルネー・ムワラ地区の他の村と接する。スラサは、ムワラの南西に連なる。 純地区である。1900年代まで、ムアラは、マレー人漁民の住む、小さな村であった。1883年に、スライピンピン地域が蒸気船の石炭採掘場として、開かれた。この地域は1889年に、サラワク王国の白人王、チャールズブルックにちなんでブルックトンに、解消、急速に発達する。以降。 サラワク王国の支配下に置かれる、ブルックトン炭鉱の発達は、ムアラの交通やインフラストラクチャーの発達をもたらした。ムアラの安全な水深の深い停泊地まで石炭を輸送するために、木製の鉄道が建設され、蒸気船と橋家が停泊できるように岩壁や桟橋が設けられた。1911年には少なくとも1447人がムアラに居住し、 約30点の商店が営業していた。ブルックトンは、ブルネーで初めて切手が使われたところでもある。チャールズ・ブルックは、経済的な権利を持っていたに過ぎないが、政治的にもこの地方の統治者となった。炭鉱には、数百人もの労働者が雇われ、警察機関、郵便局、道路が整備され、ムアラは、ブルネーの支配の及ばない違い封建的用地域になった。 1921年になって、ようやくムアラはブルネーに変換された。炭鉱は1924年、世界的な景気交代に伴う継続的な石炭価格の下落により大きな事業損失を招いて閉山した。第二次世界大戦中、日本はブルネーを占領し炭鉱を再開しようと試みたが、成功はしなかった。ブルックトンは、 第二次世界大戦中、ブルネーを日本統治下から解放するために、オーストラリア国防軍がボルネオの戦いに際して上陸地点とした。スルタンオマールアリサイフディーンシセ下の後期に、この地域は水深の深い港を持つことから栄え、国家の成長を支えた。1973年以降、ムワラ港は大規模な拡張が実施されてきた。ムワラ港ムワラは、 ブルネイイー唯一の推進の深い港湾を持つ。ムアラ港は1973年2月に商業港として開港、港湾省が翌年1974年5月1日に発足した。港湾省は1986年1月1日より関税、税務省からすべての港湾管理、運営業務を引き継いだ。1973年以降の工事により、 不当は948メートル拡張され、うち250メートルはコンテナ専用不装、87メートルは総合不当となった。保管スペースの面積は、屋根付きの保管庫が16,950平方メートル、長い保管倉庫が16,630平方メートル、屋根なしの保管施設が5ヘクタールとなった。 コンテナ専用埠頭の総面積は92,034平方メートルで、うち8,034平方メートルが屋根付きの施設である。ムアラコンテナターミナルは、PSA インターナショナルが2007年4月1日まで運営していたが、ブルネー政府に返還された。返還された中には一つのコンテナ停泊地が含まれ、その規模は、最大喫水12.5メートル。 不当の全長は250メートルであった。ムワラ港の港湾施設のうち二つは、ロイヤルダッチシェルの石油関連施設である。ブルネーシェルマーケティング社は、ムワラターミナルにおいて、非常に大きな存在感がある。同所には大量のガスボンベを積むコンテナと歴製などの製品を保管する施設がある。ブルネーシェル石油は、ムワラ港沿いに、 沖合での創業を支える施設を置いている。三橋は48メートルから120メートルまであり、3カ所の湖施設と14の貯蔵タンクを備えている。ブルネー経済開発庁によるさらなる開発計画も持ち上がっている。ムワラカットの春節やムワラ大島に加強し、補助港湾を建設することが計画されている。 ムワラ町はさらに以下のような漢方に分けることができる。この記事で扱うのは、上記の地域である。その他のスラサ軍の村については、スラサ軍を参照。ムワラ町の主要な観光地は、南シナ海沿岸のムワラビーチである。この砂浜は、約1マイルに及び、綺麗な白車でできている。整備の行き届いたピクニック場、子供用の運動場、着替え場とトイレがあり、 週末には飲食物を売る露店が出る。王立ブルネー軍所属の王立ブルネー海軍がムワラ町のプルンポン岬地域にムワラ海軍基地を構えている。1997年に護衛艦3隻の追加配備を含む基地の拡張が実施された。ムワラ通りがムワラ町を通る主要道路である。ブルネー国際空港付近にあるブラカス地域を起点とし、 プルンポン岬付近の水路を終点とする。この通りは、ムワラとブルネーの首都、バンダルスリブガワンを結んでいる。スラサ通りとプルスアハン通りは、ムワラ通りから分岐する通りで、隣町、スラサと結んでいる。この通りを介して、スラサ工業地域で生産された製品が輸出のために、ムワラ港へと運ばれる。ムワラツトンハイウェイは、ムワラから、ジュルドンを通り、 ストン地区の中心都市、プカンストンへと続いている。起点は、ムワラ通り上のラウンドアバウトで、寸外区分村と、ムラガン村の間に位置する。ムワラでは、イースタンラインが、紫色のバスを運行している。33.37、38.39系統が、アリスラサイキのほか、ブルネー国内の町田の村を結ぶ。現在、鉄道や軽便鉄道はない。 第二次世界大戦頃にあった鉄道は、ブルックトン炭鉱から、ムアラ港へ石炭を輸送するために使用され、ムアラ港から蒸気船で移出された。ムアラに空港はない。旅行客は、バンダルスリブガワンのブルネー国際空港かマレーシアのラブアンへ行き、航空機に乗る必要がある。ブルネーの地区は、日本の都道府県に相当する行政区画である。ありがとうございます。